どうも、ささんです。今回はですね、久々に完全ワイヤレスイヤホンのレビューしていきたいんですけども、今回レビューする製品がこちら、オーディオテクニカの ATH-CKS50TW というものですね。発売が11月5日で、今回レビュー用にオーディオテクニカさんからサンプルをお送りいただきました。で、開封前にいくつかね、特徴を説明しておきたいんですけども、こちらのイヤホンは重点音に特化したモデルということらしいです。なので、かなりね、迫力のあるサウンドを楽しめるんじゃないかなと思います。そして付け心地にもかなりこだわってて、しっかりね、装着できるらしいんですよ。重低音がね、いくら強くてもちゃんと耳につけれてないとそれがね、逃げちゃうと思うんですよ。ただこれはですね、しっかり装着できるので、まあ、その辺のね、心配もないんじゃないかなと思います。で、バッテリー容量がね、これ実はかなり大きいんですよね。ここに書いてるんですけども、イヤホン単体でなんと20時間使えて、ケースと合わせると、まあ、最大50時間ぐらい使えるんですよね。まあ、使い方にもよるとは思うんですけども、私サッサンの場合はですね、多分月1も充電しなくていいんじゃないかぐらい、そのぐらいね、大容量なバッテリーになってます。で、アクティブノイズキャンセリングとか外音取り込みにもね、もちろん対応してるっていうのと、カラーバリエーション、これがですね、今回ブラックをお送りいただいたんですけども、ベージュとブルーも選ぶことができるので、まあ、その3色の中から好きなカラーをね、チョイスすることができます。はい、というわけで今回はオーディオテクニカさんの ATH-CKS50TW レビューしていきたいなと思います。はい、それじゃあ早速こちら開封していきたいと思います。で、パッケージがね、なんか全部紙でできてるんですよ。プラスチックとかがないので、まあエコでいいですよね。はい、じゃあいきます。オープン、よいしょ。こちらがケース本体ですね。はい、こんな感じの、まあ、ちょっとね、丸っこい感じのデザインになってますね。なんか意外とね、でかくないというか、一般的な完全ワイヤレスイヤホンに比べるとバッテリーがね、でかいので、まあ、本体がね、かなり大きいんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、そんなことないか、個人的には気にならないかも。ちょっと比較のために AirPods Pro と並べてみると、こんな感じですね。まあ、高さはね、こっちの方があるんですけど、横幅はですね、AirPods Pro よりもややスリム。横から見るとこんな感じ。まあ、厚さはありますね。で、ちょっとね、重さも測ってみましょうか。イヤホンが入った状態の重さが、71g で、 AirPods Pro だと、56g なんで、まあ、15g しか変わんないのか。なんかあんま変わんないか。さっきも言ったんですけど、この ATH-CKS50TW はイヤホン単体で20時間で、ケースと合わせて50時間使えるんですよね。で、 AirPods Pro はイヤホン単体 4.5 時間で、ケースの充電と合わせて24時間なんですよね。それ考えると、まあ、意外とね、大きさは気にならないんじゃないかなと思います。はい、パッケージの中身はこんな感じですね。まずイヤホンのケースで、この中に本体が入ってますね。で、充電用の USB ケーブル、片側 USB タイプ A の片側タイプ C で、これ結構ね、長さは短いです。20センチとか、30センチくらいかな、そのぐらいですね。で、保証書関連、クイックスタートガイドとかもあります。で、これが交換用のイヤーチップなんですけど、これがね、ちょっと面白い形というか、一般的なイヤーチップに比べて奥行きがね、まあ、短いと思うんですよ。多分これ、この間ね、俺が買った、ファイナルかな、ファイナルかどっかの、交換用のイヤーチップなんですけど、これと比べてみると、はい、奥行き全然違うの分かりますでしょうか。正面から見るとこんな感じ。どっちも大きめのサイズなんですけども、奥行きはね、かなり短くなってて、これ付け心地どうなのかね、ちょっと楽しみですね。はい、じゃあ本体ちょっと詳しく見ていきましょう。まずこちらがケースなんですけど、正面にね、バッテリーのインジケーターがありますね。これ4つついてて、多分ね、これで光るかな。バッテリーの残量が、まあ、4分の3ぐらいあるっていうことなんじゃないかなと思います。じゃあちょっとぐるっと一周して、背面に充電用の USB Type C 端子があります。底面がこんな感じ。ちゃんとね、これ置いた時に立つようになってますね。で、ケースの蓋はもちろんマグネット式で、結構ね、ヒンジもしっかりしてそうな感じですね。じゃあ中身もちょっと見ていきましょうか。よいしょ。はい、こちらがですね、イヤホン本体なんですけど、あ、かっこいいね。俺ね、オーディオテクニカの製品好きで、今回はですね、まあ、サンプルを送りいただいたんですけど、自分でね、いろいろマイクとかも買って使ってたんですよ。このロゴがいいね、かっちょいいわ。はい、じゃあイヤホン本体、これね、ちょっとぐるっと1回転させて見てみましょうか。はい、こんな感じ。内側には充電のね、接点と、あと RL の文字もついてますね。こんな感じですね。
でイヤホンの操作方法なんですけど、まあ、最近ね、他社のメーカーとかだとこの辺をね、タップする、まあ、タッチパネルみたいになってて操作するやつが多いと思うんですけど、このイヤホンはですね、物理ボタン式ですね、ここにボタンがついてるんですよ。右左どっちもついてて、これを押してね、まあ、各種操作を行うらしいです。ここをねタップしても何も操作できないです。はい、じゃあイヤホン iPhone とペアリングしたので使っていきたいというか、まずはつけ心地のチェックから。こうすんなり入る感じだな。結構ねグリグリやんないと耳につかないイヤホンとかもあると思うんですけど、これはねスッとつくわ。こうもうこれで OK っていう感じ。はい、イヤホンつけた場合の見た目がこんな感じですね。どうでしょうか。結構かっこいいんじゃないでしょうか。でね、今イヤホンつけるときにボタンがねここにあるので間違えてね、押しちゃったんですよね。で曲が勝手に流れたりするので、これね持つときはちょっと気をつけないとダメかもしれないですね。はい、続いてなんですけども、こちらのイヤホンオーディオテクニカのアプリに対応してて、そこからねいろんな設定変更できるらしいので、それもね試してみたいと思います。今ですね iPhone にアプリインストールして、まあ、ペアリングしただけっていう状態ですね。本当はねこれスクリーンレコーダーで録画したかったんですけど、なんかね録画しながらだと、うまくねペアリング状態維持できないみたいだったので、今回申し訳ないんですけど画面直撮りでいきます。もうペアリングは終わってる状態ですね。はい、360リアリティオーディオの説明出てきたんですけども、これはですねソニーの、立体音響技術、対応しているサービス代表的なもので言うと Amazon Music Unlimited、なんですけども、これねソニーのイヤホンじゃないのになんとねこれ対応してるんですよ。これね結構嬉しいっていう人もいるかもしれないですね。あ、ちょっとファームウェアアップデートありますね。これもやります。はい、アップデートが完了しました。速攻で終わるみたいな感じでもないので、ちょっとね時間に余裕ある時にやった方がいいかもしれないですね。じゃあ一つずつね、項目見ていきたいんですけど、まず左上にバッテリー残量表示されてますね。でその右側現在のコーデックが表示されてて、今 iPhone なんで AAC なんですけど、このイヤホンは AptX Adaptive AptX AAC SBC、この4つに対応してます。でその左下イコライザーですね、これは現在オリジナルっていう風になってるんですけど、これオンにして、そこからですね、まあらかじめ用意されたバスブーストとか、まあ、クリアボーカルとか、この5種類から選ぶことができて、もちろんね自分でこうやって変更することも可能ですね。まあ、とりあえずオリジナルにしときましょうか。で、その右側ヒアスル、これは外音取り込み機能のことですね。現在は、外音取り込み機能を使ってね、話してるんですよ。まあ、最後にね、感想でまとめて言おうと思ってたんですけど、まあ、割と自然、すごいクリアに聞こえるっていう感じでもないんですけども、全然ね人と会話できるレベルの、外音取り込み機能かなっていう感じですね。もちろんイヤホン本体からもね操作できるんですけど、このアプリ上からも、ノイズキャンセリングにしたりとか、まあ、どっちもオフにしたりとか、そんな感じで変更することもできると。で一番下のゲージが、ボリューム設定ですね。でこれ右タップするとどうなるんだろう。あ、これもボリューム設定とか、まあ、外音取り込みとかの、切り替えですね。で低遅延っていうのもありますね。まあ、これはスマホゲームとかやるときの、まあ、遅延を少なくするっていうモードだと思います。あとは左右のバランス調整とか、そんな感じですね。はい、じゃあ次はシステムの方もね設定見ていきましょう。一番上キーアサインですね。物理ボタンでいろんな操作を行うって言ったんですけど、この設定をね変更できるってことだと思います。一番上音楽操作のみ、これはですね電話が来た時とかにボタンでね着信しないようにするとか、そういうことじゃないかと思います。で左右の入れ替えっていうのは、文字通りね、まあ、右と左の操作方法を変えるっていうことで、あとは機能の選択からね、まあ、いろんな操作変更できるってことだと思います。例えば、今ね右側のイヤホンを1秒長押しするとクイックヒアスルーっていうのになって、これはですね外音取り込みに、なるんですけど、その時同時にね再生中の音楽の音量を下げる、この機能がクイックヒアスルー機能っていうことらしいです。これを変更したりとか、例えばね Siri にしたりとか、低遅延モードにしたりとか、まあ、そういう感じで変更できるみたいですね。左側も、同じように変更できます。ただなぜかこの割り当て変更できるのが、1秒間長押し機能だけで、例えばね1回押しで音楽の再生停止だったりとか、2回押しでね、まあ、曲送りとかがあるんですけど、それがね変更できないっぽいですね。これ変更できんのかな。なんか今触った感じでは、長押ししか変更できなそうな感じですね。あとはガイド音の変更、例えばねノイズキャンセリング有効にしたらノイズキャンセリングみたいなのが流れるんですけど、音声じゃなくて確認音だけにしたりとか、まあ、そういう設定ですね。
で最後マルチポイントについても説明しておきたいと思います。今このイヤホンは iPhone 13 Pro に接続してるんですけど、右側に追加できますって書いてますよね。もう1台と実はね、まあ、接続できるらしいんですよ。手元に Xperia 1 Mark 2があるので、こっちともね、まあ、ちょっと接続してみたいと思います。はい、使用可能なデバイスに ATH-CKS50TW 出てきたんで、これで設定してみましょう。お、できましたね。 Xperia 1 Mark 2と接続しました。でこのアプリの方から、現在接続しておくデバイスみたいなのの、まあ、切り替えができるってことだと思います。これ今 Xperia に接続って出てるんですけど、例えばねこのまま iPhone で音楽かけるとどうなるんだろう。あ、普通にイヤホンから聞けるな。わざわざ手動で切り替えたりとか、まあ、そういう必要性もないみたいですね。まあ、今は試しに iPhone と Xperia をね、同時にペアリングしてみたんですけど、例えば Xperia じゃなくて、まあ、iPad とか PC を接続して、iPad で動画見てる時に iPhone に通話かかってきても、まあ、通話をねちゃんと気づけるっていう感じで使えるんじゃないかなと思います。これはねかなり便利な機能だと思います。はい、じゃあアプリの操作についてはこのぐらいにして、これからね実際に音楽聴いたりとか、あと AirPods Pro と、まあ、ノイズキャンセリング比較したりとか、いろいろね使ってみたいと思います。はい、というわけでちょっと日をまたいでしまったんですけども、こちらオーディオテクニカさんの ATH-CKS50TW、 他の製品と比較もしてね、使い比べてみたので、最後に感想をまとめていきたいなと思います。今回ですねこのオーディオテクニカの重低音特化モデル初めて使ったんですけど、これね予想以上に低音強えなっていう感じでした。イヤホンでありながらこうかなりねドコドコしてくれるので、低音好きっていう方にはねもうぴったりのイヤホンなんじゃないかなと思います。で低音ねあんまりいらないっていう場合でも、アプリのイコライザーからね調整できるので、今回試しにクリアボーカルにして聞いてみたんですけど、結構ねバランスいい感じになったので、まあ、低音ね実際使ってみてそんなに必要ないっていう場合には、調整して使うといいんじゃないかなと思います。でもちろんね音がこもってるとかそういう感じも全然ないし、さすがオーディオテクニカさんだけあってシンプルにね、音質いいなっていう風に思いました。ただやっぱりねこう繊細でクリアなサウンドを奏でてほしいっていうよりは、迫力のある重低音を聞きたいっていう時に使うイヤホンなのかなと思います。続いてノイズキャンセリングについてなんですけども、今回ですねこの ATH-CKS50TW と Apple の AirPods Pro、 この2つをね比較してみました。で正直ね使う前は AirPods Pro の方がさすがにノイキャン効くんじゃないかなというふうに思ってたんですよ。ただね実際使ってみたら、これもね全然負けてなくて、まあ、AirPods Pro と、同等ぐらいのね性能はあるんじゃないかなと思います。今回は、まあ、電車に乗って試すとか、そういうことは残念ながらできなかったんですけども、パソコンから音を鳴らして疑似的にね電車の音を体験してみたりとか、あとはですね PC のファンをマックスで鳴らしたり、リビングのね換気扇回して、その音どのぐらいねかき消せるかっていうのを試してみたんですけど、まあこのね、AirPods Pro とほぼ同等ぐらいの性能があって、で圧迫感についてはね、こっちの方がないんですよね。なので圧迫感が嫌でノイキャン使ってないとかっていう人でも、ワンチャンねこれだったらいけるかもしれないなと思います。で外音取り込み機能について、結構ね完全ワイヤレスイヤホンでありがちなのが、いかにもねこうマイクで拾った音をスピーカーから流してますみたいな、機械音っぽく聞こえるやつもあったりするんですけど、このイヤホンに関してはね、そんなことなくて割と自然に聞こえました。ただね AirPods Pro と比べると、まあ AirPods Pro の方がいいかなというふうに思いますね。 AirPods Pro を持ってる方わかると思うんですけど、これね、つけてないみたいな感じになるんですよ。超自然なんですよね。なのでやっぱりそれに比べるとまあ、ちょっと負けてしまうかなっていう感じはありますね。あとねもうちょっと大きな音で聞かせてほしいなというふうに思いました。まあ、もちろんね例えばお店で買い物する時の会計時に、会話できたりとか、まあ、あとは電車のアナウンスを聞き取ったりとか、そういったことできると思うんですけども、まあ、もうちょっとね個人的には、音質良くして、音を大きくしてくれたら、使いやすくなるんじゃないかなっていう感じですね。そしてイヤホンの操作性について、動画の前半でも話した通り、このイヤホンは物理ボタン式になってます。完全ワイヤレスイヤホンで主流なのはタッチ式なのかなと思うんですけど、タッチ式だとね間違って触っちゃって曲が一時停止されたりとか、今聴いてる曲が次の曲にスキップされちゃったりとか、そういうことがね頻繁に起こると思うんですけど、やっぱ物理ボタン式だとそういうね、操作ミスがほとんど起きないです。つける時に間違ってボタンを押して、曲が流れちゃったっていう話はしたんですけど、もうねここにボタンがついてるっていうのは、分かってるので2回目以降からね、そういうミスっていうのはなかったです。やっぱり、ね、個人的には物理ボタン式の方が、使いやすいのかなとは思います。
あとマルチポイント機能について、これもやっぱ便利でした。俺ね、普段 iPad mini を使って動画見たりするんですけど、普通のイヤホンであればペアリングをね、いちいち iPhone と切り替えたりしないとダメなんですよね。それがマルチポイント対応していることで、2台までね、まあ、常に同時に接続しておくことができるので、今回試しに使っている時電話かかってきたりとかそういったことは別になかったんですけども、もしかかってきたとしてもそのまま通話出ることもできるし、そもそもマルチポイント対応してないと電話来ても気づかないと思うんですよ、イヤホンつけてると。そういうことがないので、これはね結構いい機能だなと思います。でちょっと個人的に気になった点について話しておくと、このイヤホン左側の物理ボタン長押しで、ノイズキャンセリングとか何も聞いてないオフの状態で長押しすると外音取り込み、もう一回長押しすると、ノイズキャンセリング、もう一回長押しするとオフっていう感じでね、順番に切り替わっていくんですよ。でオフっていうのがね、まあ、正直いらないなっていうふうに、思いました。長押しで外音取り込みとノイキャンをね、順番に切り替えるっていうふうにできたら結構便利なのかなと思うんですよ。ただね、中にはその何も聞いてないね、オフの状態欲しいっていう人もいると思うので、これもねせっかくならアプリで、まあ、オフっていうのを入れるかどうかとか、もっと言うとノイキャン苦手っていう人もいると思うんで、オフと外音取り込みだけをね切り替えるようにするとか、そういう設定があればね、まあ、より使いやすくなるかなと思いました。あとは、個人的には気にならないんですけど、内側にねセンサーとかがついてないんですよ。つまりこう音楽を聴いてる時に片方だけ取り外して音楽を自動停止するとか、そういった機能もついてないですね。まあ、そのぐらいですかね。一応ね気になる点についても触れさせてもらったんですけど、これね値段が1万8000円とかそのぐらいで買えるんですよ。それでこの音質と性能がついてるって思えばかなりねコスパは高いんじゃないかなと思います。カラーバリエーションとかも選べるので、興味ある方はぜひね動画の概要欄からチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。